さあ続いてはゆうすけとなみのやってみらんねー、よいしょはい、ということで始まりましたけども、このコーナーはですね、お茶の間の皆さんにぜひ試してもらいたい工作やマジックを生実演するというコーナーになっております。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、もうすぐね11月も終わろうとしてますけども、いや始まったばっかり、あっ今日8日です。8日、そうですか、はい、まあもうすぐもう忘年会とか新年会の時期に突入するじゃないですか、はい、そういう時にねやっぱねこう何かやってよとか振られるパターンないですか。ありますね、新人は特に、まあ、そうなんですよ。まあそういう時にね、まあ、僕なんかはもうすぐちょちょっと乗り切りますけども。何するんですか。まあ、それはもう盛り上げますよ。お、どうやって。まあその宴会とかそういう場所でやるギャグっていうのがあるんですけど。お、何1個やって、宴会始めるときですよ。宴会を始めるとき、はい、今から始めるよ、わちゃわちゃしてるよ、みんなっていう、みんな宴会を始めて、宴会テランデイドッカーンチャンラーンってなりますから、ちょっとね、はい、もう今こうしたよ。ちゃぶ台帰りますか。グワーンとこれを、僕はもうこれでもうねずっと乗り切ってますから。ただそのやるのはちょっと恥ずかしいと、滑るのが怖いと、うん、そういう人たちのために滑ってる自覚はあります。僕はもう慣れてますから全然怖くないですけども、そういう人たちのために今日はですね、そういう時に役立つマジックを披露したいと思います。来ました、マジック。はい、マジックの時間です。テーマを発表します。コインが増えるマジック。お、増える。はい、コインが増えるマジックをやりたいと思います。コインは増えないですよ、なかなか。まあなかなかね、まあいろいろバイトとかしないと増えないですけども、このマジックを使えば増えるんですよ。増えるんだ。はい、これをやってみたいと思います。まあでもね、ちょっと手品が苦手なさなみちゃんなんで。そうなんですよ、苦手なんですよ。ドキドキするんですよ。なんか知らんけどこっちがドキドキするんですけど、ね、はい、じゃあやりましょうか。はい、まずね、こう10円玉ございますよね、10円玉、うん、あります。はい、でこれをねこれをねこれをね、ありますよね、10円玉ありますよね。これをね、ここに乗せます。何おかしいんですか。ありますよね、はい、はい、ありますよね、はい、ね、10円玉1枚でしょ、今、はい、確実に1枚でしょ、1枚です、はい、はい、これで振っていくと、はい、どうですか、音が、音がした今、はい、2枚になるというね、マジック。何おかしいですか。ずっと見えてるわ。え、見えてました。もう一番最初から見えてたわ。そうなんですか。しかも閉じる時まで見えたわ。はい、そこも込みです。見えてたわって言って盛り上げるというこの高度なテクニックできますか皆さん。本当は見せたらいけないでしょ、まあ、本当は 見せたらいけないんですけども、まあ、見えました、僕今のは失敗しました。あれか、あの、はい、種明かしをしながら今レクチャーした感じですか。そう、いや本気でやったりです。後で怒られるでしょうね。僕はでも慣れてますから怒られるのには大丈夫です。早速ね、種明かしをね、分かんないと思うんでしていきたいと思いますけども、分かってないですよ。でもやってもらおう、はい、ね、左手の裏のコインにね、実はコインをね、あ、用意するものはですね、コイン2枚、これは 何でも大丈夫です、コインだったら、はい、はい、まず1枚をですね、左手の裏にコインを、ね、隠してるんですよ、こうやって。あ、でしょうね、はい、で、まあ、この挟む場所はもうここでもここでも、まあ、どこでも自分のやりやすい場所で結構です。こっち側に挟んじゃけば見えんかったかもしれない。あですね、あ、なるほどね、うん、ちょっと見えたかな、こうやって。でも見えないでしょ、こうやって。あ、今見えない、うん、正面だったら見えないんですよ、はい、見せ方だったりですね、はい、で1枚ありますと、ね、うん、ね、こっちに、でこっちに置きます、はい、はい、まだ1枚しかないでしょ、これ、うん、びっくりじゃないですか、はい、はい、そしてこれが右手でこう、ここ今見えたね、これで挟んでこう閉じます。で、振るときに挟んであるコインをこの手のひらの内側の方にこう押し込んでいきます。中でね、ただこれが出てきてこうチャリンチャリンチャリンという音が鳴るというマジックです。で、手を広げて、うんうん、手のひらを見せて増えましたっていうマジックでした。本当、あの音がした瞬間で、うん、うわーって驚きたかったのよ。まあね、大人はもうちょっと汚れてるなと思いました、僕は今。いやいや、バレんかったと思いますよ、言わんければ。いや、見えてる、全員からって見えてる、見えてる、テレビの前の人も言わんければバレんかったって。絶対バレんかった。いや、皆さんの声を
代弁したんですよ、見えてる、たなみちゃん見えてるって、はいはいはい、こちらポイントがありまして、ポイントはですね、はい、力まずにさりげなくやるという、ね、あーさりげなく、はい、これがポイントとなっております。やった結果がこれだったんですね、はい、もう一個ありますんで、はい、挽回します、これ、はい、よし、行きましょう、任せてください、よし、なんか怒られるやろうな不安やな、それが反省会長そう、はい、はい、じゃあね、うん、2枚のコインがございます、はい、はい、ね、あれでしょ、うん、でこれを擦り合わせます、なんかその目の錯覚で、あれ3枚あるんじゃないみたいな、目の錯覚でならないですか、おお、そうなる、3枚あるんじゃないみたいな、うんうん、ただまあ2枚なんですよね、まだまだね、はい、でこうやって擦ってると、あ、3枚になってる、なってる、3枚になってるよみんな、あどうしたどうした、おお、すごいすごい、増えてる、これね、増えるんですよマジックで、2枚から3枚に、はい、目の錯覚でほんと3枚あったでしょ、うん、それが実際にこう3枚という形になって出てくるという高度なマジックを披露しました、すごいすごい、これすごい、はい、ね、なんとなく種が分かってしまってるからね、はい、じゃあ種明かしを、ね、していきましょう、まず用意するものはコイン、今回は3枚です、うん、はい、3枚のコインを用意します、はい、1枚はですね、左手に実は隠していました、こちらにこうやって隠して持っていました最初から、はい、そして、はい、2枚のコインを両手でこすり合わせます、こうやってで両方をうまく動かしてください、うん、すると早く動かすと3枚に見えると、そして隠し持っていたコインも合わせて机の上にバンと置きます、うん、そしたら3枚に増えてるよというマジックでございます、こちらはですね、最初の仕込みが大事ですね、そうです、こすり合わせてポイントですけども、こすり合わせて残像でしっかり3枚に見せるというところがポイントとなっておりますので、ね、この時点で3枚に増えてるよってして、うん、はい、うん、実際置いても3枚になってるよっていうところ、それがこのコインのマジック、増えるというね、一つ質問なんですけど、はい、どうぞ、こすり合わせてる時に、うん、本当にマジックやってる時に目の錯覚で3枚に見えるでしょって言っちゃって大丈夫なんですか、ね、それはもう言葉のあやです私も言ったらいけないな、そう、私もそれ種明かしで、あ、そっか、種明かしで言うんじゃないかな、まあ、そういうのも含めてイリュージョンなんで、僕の場合はやってみらんねのコーナーはみんなをこう驚かすというイリュージョンマジックス、言ったらいけないのにって言ってしまうという、そういう全部含めて、なるほどね、ゆうすけとなみのやってみらんねのマジックのコーナーなんで、私も一回見たから言ったらいけないのにそれと思いながら、もうすげえ何回も言うから、そこはあの再放送では P が入ります、はい、P が入りますんでお願いします、やってみますか一回、どちらか、はい、私10円玉じゃちょっとやってみます、最初ちょっと仕込んでみて、あ、これ難しいですね、この隠すっていうのが、手相があれですね、本気逃してますねいいわ、はい、はい、こちら、あ、あ、見えない見えない、あ、いいですよ、10円が1枚あります、じゃあこれを左手に乗せます、はい、はい、まだ1枚ですね、全然わからん、はい、じゃあこれをリラックスよ、リラックス、さりげなくさりげなく、そう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 出てきちゃった、出てきてしまった、難しいよ、ね、ちょっとちっちゃいから、可愛らしいから、ちっちゃくないんだけど、ここからこうして、はい、はい、この音でやっぱちょっと感動を覚えるという、じゃーん、はーい、おー素晴らしい、あ、これ結構難しい、意外とはね、難しいんですよね、うん、だからもうちゃんとバレないように、そう、やっぱりね、練習が必要です練習が足りなかったですね、練習が僕は今回足りなかったんだなというふうに自覚しました、はい、そうですね、だから皆さんがぜひね、そのあの新年会、忘年会とかいろんなところでやる場合は、まあ、5年は最低練習を積んで披露してみてください、はい、長いですね、よろしいでしょうか、今日は何点でしょうか、今日は100点満点中2点ですでしょうね、はい、以上ゆうすけとなみのやってみらんねーのコーナーでしたありがとうございました、はい、精進してください、では CM の後はわがまちレポートですいや俺は悪くない、あ、早く集合して練習したのに